はい、皆さんこんにちは、バンダリグルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4現代モッドの続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、ベトナムの首都ハノイ、ここを制圧して、ラオスの首都ビエンチャンも攻略で、ラオスに関してはすでに割譲済み、制圧済みになります。で、今回その続きになるんですが、まずはベトナムの首都がハノイから第2の都市ホーチミンに変わってますので、ホーチミンを目指して南下、あとカンボジア首都プノンペン目指して、こちらも部隊をですね送り出していきたいというふうに思っています。部隊はですね、それぞれ南進させていくんですけども、補給がね結構苦しくはなってくるので、補給状況を見ながらですね部隊を南進させていきたいというふうに思います。補給状況はね、それぞれみんなかなりきついはきついので、フリゲート艦がここ無駄に2つになってるな、これ消しましょう。で、フリゲート艦これ2から3に新しい世代のものにチェンジできるんですけど、これはフリゲート艦もうすぐ完成するので完成後にしましょうか。カンボジア軍が思ったより強い、部隊数が多いっていうのがあって、少し南進のスピードが遅くなっちゃうかなとは思うんですけども、次の標的であるインドネシア、マレーシア、この辺りへの宣戦布告の時期というのがだいぶずれ込む見通しなので、南進のペースが落ちてしまう分に関してはある程度致し方ないかなというところと思って割り切っていきましょう。あとレーダー基地、これね、韓国あるいは中国と戦うときに備えて、研究を入れておきましょう。フリゲート艦の完成が5月の8、あと2日後ですね、今5月の6日なのでもうちょっと待ちましょうか。結構キツキツだな、こうやって見ると、補給状況がね結構きつそうだなっていうのが見て取れますが、工業系ももう2030年の世代になっちゃうからね、2030年はさすがにペナリティがきつすぎて研究できないな。じゃあ陸軍装備系はどうなってるかというと、ここも2030年になっちゃう、結構しんどいよね。そうか、インドネシアとの同盟入れてましたけど、これおそらくすぐに離脱していくよね。であれば国家方針はもともとの陸軍の訓練短縮に戻しましょう。早速陣営を去っていきましたんで、問題は研究の枠ですね。これどれ入れるっていう話だよな。陸上野戦補正、これを入れておきましょうか。全く研究進んでませんでしたからね、ここは。で、856もいつの間にか政治ポイント溜まったの？どうしようかな。国際緊張力をもうちょっと上げないといけないんだな。これはベトナムないし、カンボジアを降伏させれば、今 19%、画面の右上、国際緊張度 19% 出てますけど、これがおそらく 19.9 まで来てるんだ。20は突破できるかな。そうすると、イベントを発生させることができるというわけだな。じゃあ上から見ていきましょうか。イベント発生、アメリカですね。これアメリカと組めるっていう話、それぞれドイツであったり
フランスであったりっていったところか、ちょっと悩ましいですよね。これ、ちょっと上から国を見ていくと、まあ、アメリカ、ジャーマンというのはまあドイツですよね、そのまま。で、この政治ポイントってどん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 溜まっていってしまう一方で、正直今使い道はないので、すでに参謀系は全部入れきっているので、そうなると、どうしようかな。何を入れていくかっていうところだと思うんですけど。870今溜まっているので、どうしようかね。アメリカのポリティシャンズなんで、まあ、政治家を暗殺か、暗殺ですね。いや、これってさ、アメリカとも決定的な戦争になるんじゃないの？そんなのやめようよ。ロシア、まあ、ブラジルに関してはどうなのっていう話はあるけど。東北にインフラに、これはもうやっちゃおう。この辺の外国製の武器もどかすか輸入しちゃおう。アナウンスニュータリティ、これは効果をちょっと見ておきたいけど、どちらにしても陣営に属しちゃってるから無理だね。原子炉の技術を開発済みの場合の原子炉建設速度がプラス12.5、これは欲しいな。今ね、核開発力入れてますからね、国家方針として。いやー、フレンドシップ系もどうなのって感じするけどな。まあ、ロシアとは接近しといてもいいかなって感じはするけど。まあ、代わりに中国とは全面戦争。最終的にはアメリカとの核戦争に勝利するために、何としても核をね、大量に回復しておきたい。この陸軍、空軍、海軍の獲得系はどんどんやっちゃいましょう。さて、戦局の方はどうなってるかというと、ちょっとしばらく見てなかったけど、まあ若干南進できたかなっていう程度かな。で、補給のところを見ておくと、まあ、少しは改善はしてきているかな。トンキンがレジスタンスに制圧されているという話が出てたけど。トンキンに部隊をじゃあ送る？今核は1つ保有している状態なので、まあね、アメリカとの核戦争に勝利するんであれば2、30発は用意しておきたいですからね、核を。まあ、今だと補充を優先している分、どうしても新しい師団の編成が難しい状況なので、今いる師団をどんどん鍛えていくしかないな。なので今いる師団への補給ですね。ここは気をつけましょう。
こうなるとでもよく見るとカンボジアがベトナムの一部の領域を領有している状態になってますね。ここは一旦日本が侵攻した後カンボジアがここに進駐してきたんで、結果的に今カンボジアが一部の旧ベトナム領を領有している感じになってるのかな。であとはプノンペン、ホーチミン、今それぞれ画面出てますけども、ここまでどっちが先に到達するかだな。進行速度でいうとプノンペン方面目指している部隊の方がちょっと動きは早そうな感じはしますね。ただここにカンボジア歩兵師団12師団プラス6師団さらに戦車大隊とかも含めて相当数展開してるんで、これを突破していくのは時間がかかりそうですね。で一方ベトナムの首都ホーチミンを目指している部隊は少し補給状況含めて足が遅そうだな。じゃあアナムにはフランスからね戦闘機150機だか200機だか143機かな、ミラージュ 2000B これ獲得してるので、これをまるっと配備していきましょう。マルチロール機なんで陸上の支援もやってもらうというところかな。いやカンボジア軍本当に予想外に師団数の充実ぶりがありますね。まあその構成は別にして、編成内容は別にしても師団の数は本当に充実してる。これだけ見るとね、日本軍とそう遜色ないぐらいに充実してますよね。あ、そうだ、すっかり忘れてた、フリゲート艦を更新しましょう。もうだいぶ作られちゃったけど、第3世代のものにリプレイスしていきます。で今足りないものって何っていうと、やっぱり歩兵戦闘車だね。これ全然数足りてないな。ちょっと戦闘機の数減らす。いやでもな、今後の中国の広大な領域をカバーするための戦闘機の量はそれなりに数はやっぱり必要になってくるので、戦闘機の量はこのまま維持しましょう。対空砲備蓄8086か、これ一旦生産をやめてでも増やしていく？ちょっと悩ましいところですけどね。もうちょっと様子見するか。
まあ、徐々にですけどね、進行はしてきているので、まあ、このまま部隊がプノンペン、ホーチミンに到達するのを待ちましょう。プノンペンまではもうだいぶ迫ってるね。兵員輸送車、歩兵の戦闘車ですね、これをちょっと数増やしていかないといけないので、そこはきっちりと確認していきましょう。であと建設系でいうと今後の展開を睨んで、さっきお話ししたように原子炉ですね、原子炉を少し作っていこう。じゃあどこに作るっていう話だけど、まあ、ハノイに1個原子炉建てちゃおう。しかもその原子炉の優先度は上げる。フリゲート艦は第5世代のものへと更新していきます。こちらですね、フリゲート艦。で次、政治力がたまったところで原子炉の建設速度を上げる施策を使っちゃいましょう。350だったと思います、必要なポイントの量が。補給状況も、まあ、一部の部隊はだいぶ改善してきていて、黄色のところがねちょっと溢れちゃっているので、黄色のところ、今マップ上で黄色になっているところはね最前線なんで、少しやっぱりイエローの状態になってますが、それより北はグリーンになっているので、まあ、大丈夫かなっていうところですね。んで戦略爆撃機ももうネプチューン、これ最後になるのかな、ちょっと確認します。まだいけるな、これ2030年が最後か。2030年ってなるとなかなかきついな。無人の戦闘機とかどうする、まあ、作る余裕ないからな、はっきり言って。今であればペナルティを受けるのを覚悟でも、次世代のもの、2030年のマルチロール機とか行く？いや995日は無理だよ。614日も無理だよってなっちゃうよね。じゃあ野戦砲とかどうなってるのっていうと、もうここももう最後まで来てるもんね。
対空砲はまだいける？じゃあ対空砲やろう。技術力はだいぶやっぱり目を見張るものがあるけど、でもそれだけって感じもするしね。生産力がやっぱり追いついてこない。さあプノンペン待て、もうあと一歩というところまで迫ってますので、プノンペンの攻略まではちょっとこのまま進めさせてください。ベトナム方面がやっぱりちょっと時間がかかってる感じがするな。さあプノンペンは攻略できたかな。んで首都はどこに移転させたんだろう。まだ首都は移転させてない。そうですね、じわりじわりと攻めていってるので、このままいけば確実に勝利はできるかなというところなので、このまま推し進めていきましょう。これでまた一気にでも増えたね、工場が。これで補充が追いついていないところに補充をかけていきましょう。あとは今後の中国に戦争を仕掛ける、あるいはアメリカと戦うっていう場合には揚陸艦も欲しいので、揚陸艦の方にも当て込んでいきますか。はい、というわけで、ではね、ちょっとプノンペン攻略できましたので一旦ここまでにしてですね、次回引き続きベトナム、カンボジアとの戦いやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。